Bonjour! こんにちは。話そうフランス語1分レッスン。フランス語講師のやすこです。今日も楽しくフランス語を勉強しましょう。本日はですね、さよならの表現第2弾。さよなら表現覚えてますか？ Au revoir。 Au revoir でしたね。では、こちらはね、とっても綺麗なさようならという表現だったんですが、お友達同士で、またねー、じゃねー、またねー、このように使う時のフランス語、なんだかご存知ですか？アビアントー、アビアントー、アビアントー。こちらの言葉を使います。こちらは、あ、アビアントー。この二つの単語が一つになって、一つというか、セットになって使われる表現です。アビアント。このビアントというのが短時間にとか、すぐにといった表現ですので、すぐにまた会えるよ。またすぐに後でね。といった表現から、日本語にすると本当にまたねという表現になります。アビアント。こちらは先ほどからもしておりますけれども、お友達同士とか、またねーって気に使いますので、ちょっとね、上司の方に、またねーなんて使わないですよね。上司の方には、さようならと言います。au revoir ですが、お友達同士、それとかやっぱお子様にですね、またねーっていう時に、あびゃんとーって言ったりもしますので、使い方を分けて言うのもいいかもしれません。あと、私、こちらのビデオでよく、アビアントー、オホバーと言ってると思うんですけれども、このように、またね、さようならということもできますので、二つも覚えちゃってください。アビアントー、アビアントー、またねの表現でした。アビアントー、オホバー。